この島です。今回ですけども、前回開封しました、こちらのカードの査定にやってきてます。今回ね、初めての開封だったんでね、このポケモン。ちょっと僕も値段が全く嘘つかないんですよね。多分ワンカードが6万ぐらいだったんで、ポケモンって値段つかないイメージあるんでね、1万いったら違法かなと正直思ってるところあるんですよ。どこまでこれ値段つくのかね、この小粒も合わせて。それを今回初めて知れるんで、結構楽しみなんですよね。店長じゃあこれ、光ってるカードは全部集めてるんですか。まあ種類近いんで。ああ、なるほど、はい。お願いします。はい、じゃあ、お預かりします。はい。結構光り方も。これ1番じゃなかったカードですよ。多分ね、このバフがリーディエとかになるんかな。乗ってなかったんで、種類が。うん。わかんなくて、正直。えらい、弾けてるね、下っ端。何があったんですかね、ブレてるんですよ、今時なんですよね。カルダンの下っ端とか言ってるくせにね、地味にオラオラ系やねんな。これを束ねていく上司しんどいと思う。店長の店のバイトクはこんなチャンスか。うちの店のバイトクはもうちょっと真面目な感じ。これをね、まとめる中間管理職強いよね。こんなん来たらどうしましたよ、バイトで面接で落とすな。こんなことで買えますか、ね、いらんやろ、手前でこれ。ちょっとじゃあ査定だけちょっと待っときたいと思います。はい、はい、じゃあ査定終わったみたいなんでね、ちょっと聞きたいと思います。正直な話したら、はい、もうちょっと早めに持ってきてもらったら、あ、まあまあそうですね、これ2ヶ月ぐらい前のもんだったんでね。、うん、だいぶ値段が落ちてるっていうのがあるのと、はいはい、自分らでもちょっと外したかなっていうのが、はい、あ、そうです、まあまあそうですね、うん、トップレアを外してるんで、うん、そうそうそう。まずゾウムゾウ、レアフォロワーは基本ゾウムゾウでした。ダブルレアって言えばいいのかな、そいつが一つだけこっちやっています。ケンタウロス GX。 ケンタウロスからあかんかな。なんでこいつ GX にしたんやろって思うよな。それを除いた場合、スリーブにつけてるカードも一部あるんやけれども、これ厚みがこんなもんしか値段つくやつがちょっとおらん。一番安かったのが50円、しかもね、この50円がね、なんと9枚も。ブラッキー先生、あー、ブラッキー先生、店長でポケモンカードとか査定とかあんましないんですか。正直言うたら、はい、そこまで力入れてるカテゴリーではあんま持ってこない。これ自身の割と先入観やねんけれども、はいはい、これが長野に寄った頃に、はい、仲良くさせていただいてたご家族の下の子がポケモンカード当時すっごいハマってて、はい、まあそういう印象があったから、はい、ちっちゃい子しかしないんじゃない。あ、まあ要するに金にならんカードは扱わんと。有楽者はお金にならん、万年にならんカードは扱わないっていう、そこですか。メイスリーですね、これが。これがズバリ有楽者のスリーです。さすやった今、でーんでーんでーんとか言ってたからね。で、こんなわけやったから、正直なところそこまで値段つくのかって思ってたのがあるんです。で、次こんな悲しみを背負っているかもしれないポケモンカードゲーム、はい、でも今回一発があると。ぶっちゃけて言えば、リーリー以外も一発あるんかいと。結構ね、最近ツイッターで来るんですよ、ポケモンカードに化け物が最近多いですよ。例えばなんかリーリーの他にも、なんか僕の記事で話してたハイパーボールとか、結構ポケモンカードが高くなってきてるっていう風な話が舞い込んできたからポケモンやろうと思ったんです。そうですね。実を言うと、はい、サンの方にそのハイパーボールっていうのがあるんです。ムーンの方にはハイパーボールないんです。同時に出たパックやねんけれども、はい、サンとムーンで構成が違うんですよね。ほうほうほう。で、ムーンの方にしかリーリエがいないっていうことやったんで、今回リーリエを仕入れさせてもらったんやけれども、サンの方にも一応化け物がいたんです。ああ、なるほどね。次に100円枠です。これが8枚あります。ああ、まあこれもダブルレアですか。実はね、1枚だけちょっと SR がいるんですよね。ほう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 。なんだかんで、予想はついてるんですけれども、2種類です。帰れ、ケンタロス。お前このレアリティで無理。ケンタロス、ケンタロス、こんな輝きしとるのにこれで。お前ほんまあかんな。ダメっ子ですね。 SR でこれ弱いな、こいつ。もうなんでケンタロスにピックアップしたん。で、次が200円。これも8枚あります。ただ200円の方は1種類だけですわ。このルナアーラ GX、あー、はいはい、これはパッケージですね。うん、なんかの薬品みたいな名前してますね、こいつ、うん、何なのな、元ネタというか、何があるんだろうな。プテラみたいな感じだから、コウモリかな、これコウモリっぽいですね、若干。次に300円枠が3枚あります。ほう。で、さっきも俺が注目をしてたカード、中間管理職泣かせのこの方たち。あー、スカルダの下っ端。でも、はい、3枚あるって言うて。そうですね、確かに。これ300円。300円です。え、これトップレアね、俺の持ってきた。そうです、トップレアです。で、ちなみにトップレア3種類あるんですけれども、ウルトラかな、はい、はいはいはい、いっちゃん安いのがそれです。おい、うーわ、ぶっちぎりで安いのがそれです。そうやな、実際ポケモンではポケモン入れ替えなんか使わへんからな。まあまあな、ポケモンやってなんで入れ替えるとかね、一旦使うのに。それで、次にちょっと値段が上がって500円は、これ1枚だけです。ラランティス GX。 あー、多分レアリティ違いってやつじゃないかな。まあ、カマキリですね。カマキリの SR です。クソタイプの中でも多分エース張れるような存在だと思うんですね。で、ラランティスは実はもう1枚いたの覚えてるかな。いました、いました。うん、それが後で出てきます、はい、そいつがなんぼになってるかが勝負ですね。まあ2万ぐらいですかね、おそらく。
まあ、まあ有楽町なんでやっぱり有楽町で基本的に査定が高いっていうのが有名なんで、見たところで悠々亭とかあると思うんですけど、中華街とか悠々亭と比べたら有楽町は圧倒的なるほど、出場所で出てましたよ。期待に応えちゃうぞ次にルナーが SR でルナーが GX が600円2枚。これ GX って何の略なんか知ってませんじゃん。知らんねんけど、なんいや俺も分かんないですよ。知らんのかい。いやいや教えてほしいなと思ってで残り2種類あります。答えだけ先に言ってしまうと、ケンタウルス GX のあ、いつもあったんやホロですね。それとラランティス GX のホロ。でもケンタウルスもホロになるだけそんな金上がるんですよね。俺正直なところちょっとびっくりしました、はい、そうですね、安いんちゃうんと。だって弱いわけですもんね、これコロになるだけで使いたくなるっていう、うん、この2種類なんですよ、はいはい、でまずケンタウルス、こっちそんな強くなかったじゃないですか。そうですね、こいつ HP180 しかないですからね、うん、もうホロになったら一応ちょっと頑張って700円つくんです。ほう、まあ、かっこいいもんな、確かに。まあかっこいいな、確かに、うん、使いたくなるわ確かに。これ正味な話したらめったに出ないよね、その枠と。あー、まあそうです、まずワンカードの2枚で出たいですよね、この枠って、うん、ハイパーレアですか。そうそうそう、もう一つが一番ラランティス。あ、ラランティスね、 GX。 こいつね、予想では1200円ぐらいするかなと思いますけどね。おお、さっき2万円とか言ったもんないやいや、まあ結局ここはぼったくりで有名な店なんで最初はもう高価買い取りしますよみたいな張り紙貼ってやっても多分行ってみたら全然っていうタイプなんですよ。なるほど、俺を貶めて楽しいそれが幸せです。ちなみに、はい、1000円です。1000円、安いな。リーレアはやっぱ段違いなんですね。段違いです。実は自分が今回引いた上位レア、はい、ウルトラかな、それとあとホイール、この2つって自分って一番安いやつをピンポイントで当ててきてる。ほー、はー、なるほど。ルナーラとかブラッキーやったらば1000円は超えてきます。あ、マジっすか。うん、本丸じゃ外れ箱を引いたと。外れ箱を引いてしまったと。それはある意味店長を引いたから、店長が引いたってことですね。俺の気持ちや店長もそれ損しますけどね、単純に。まあまあ損やなしまった俺よりはどっちか店長のダメージでかいっすね。そこやったそうやったー言ってましたけど俺は別にあんま関係ないですからね、キュンキュンしてるんでね。やばいな、俺ドヤ顔で言ってしまったリーリエ、実を言うとだいぶ値段は落ちてるんですよ。リーリエってまずレアドで言ったらやっぱウルトですね。違います、スーパーレアです。スーパー、うん、え、だから上から3番目なんです。え、このレアルティーなんですか、リーエって。そうです。え、ちなみにスーパーやねんけど自分多分今回全部出てないんですよね。スーパーで結構いっぱい出ましたよ。ブラッキー GX っていたっけ。ブラッキー GX いなかったです。いなかったよね。で、はい、リーエもいないんですよね。あ、え、そんなレアルティー低いんですか。そう、上から3番目。それが値段高いんですよ。高い。え、で下手じゃこれだって被るぐらいの、だって SR って被ってますよ。まあ確かにな、リーエ被る可能性あると思ったじゃん。あるんかな。リーゲーだ、 V で落としてるさ、低い可能性あります。だってスカルダンの下っ端が被ってるっていうのは、はい、ちょっと変わった感じ。まあそうです、確かに、うん、他のやつらも被ってなかった。ルナーラ被ってますよ。ってことは、リーリアだけ排出が極端に低いっていう可能性もあるんです。リーリエの値段って今でどれぐらいですか。ちなみに昔は1万ぐらいついてたんですよ。1万はやべえな、やばいな。ポケモンカードでそんな高いのあるのっていう。確かにね、大体俺が今まで見てきた中で、はい、買い取りで1000円超えるやつってポケモンカードあんまり持ってこられたこともないんやけれども、はい、基本なかったんです。あ、そうですね。リーリエだけ1回だけ持って来てもらったことがあるんですよ、はいはい、でその時に、え、嘘って思う。ポケモンでこんな高いカードあるのって思う。まあ俺も確かに思いましたね、正直、うん、ポケモンカード舐めてましたね、うん、で、その高いカードで確か1万円ぐらいなんかつけたような記憶はあるんやけれども、はいはい、今現在の金額が4000円ぐらいですかね。あー、まあまあ高いですね。正直言うとポケモンにしたら頭2つ、3つぐらい抜きに出てくれる。確かにそうですね、多分スピリッツでワンピース並みで大人気漫画出るみたいなぐらいですね、うん、簡単に。いやなんでヤンスピなのヤンスピお前編集局が刺されるぞ一番かけよかけよ言うてかけたら苦労せんへんわってお前さんのツイッターあたりでポンと飛んでくんで、ヤンスピーってあんま思うのがないんだよこれだけで実はまだうち無効テーマ増えそうやでそうですけどね、まあ、うん、本当冗談ですよ。でちなみに同時期に販売された3、こっちの方なんですけれども、実は最初の頃ってリーリエが突出してて、はいはいはい、ムーンの方が絶対いいって言われてたんやけれども、はい、実は今立場逆転してるんです。あ、マジですか、うん、うわー。サンの方やったらば、まずウルトラレア、はいはい、こっちで、ハイパーボールってやつが6000円を超えてくる場合、はい、高いなー。高っ。ハイパーボールの方が今高いですよ。ハイパーボールの方が今高いんですよ。リアリティがやっぱウルトラの方が出にくいですもんね、どう考えても。マンカート向いて1枚しか出てなかった。そうですね。
ただオーストラリアの中にも3の方でもハズレがいて、はいはい、ロトロツカンってやつが出たら、はい、もう400、500円ぐらいしかつかないんです。あー、それでも自分が引いた、はい、あのウルトラよりはちょっとだけ高い。確かにあれそんだけ微妙ない。あとはホイールカードとかでもソルガレオ、これが最初の頃からそこまで値段が落ちてる、はい、俺もこれ見た時はリリエに比べればだいぶ落ちるけれども、はい、でもポケモンカードにしたら随分高いねって思う。これが今3000円ぐらい。あ、高いな。高っ。そういうの欲しいな。俺ポケモンカードも一応デッキにしたいんですよね。なるほど。ハイパーボールとかが1枚するってすごいな。やばいな、うん、デュエルリンクスでアックスレーダーウルトラレアですみたいな話と一緒やな。ハハハハ、リスむのやめてあげて。ミスってないですよ。何かアックスレーダーに嫌な思い出でもあるんかいや、お前。アックスレーダーなんか基本的に城之内が使ってるイメージじゃないですからね、うん、あ、何のやつが強まったんやそれは思いましたよ。なんでアックスレーダーのトップレーやねん。まあ確かにな、効果ついたのあれ。アックスレーダーいや、ついてないです。あ、数で出てくる、はい、あのまんまで出てくる。ただデュエルリンクスにおいて初期では打点が一番高かったんですよ。あー、なるほどね。星4モンスターで一番攻撃高いのが、うん、なんとアックスレーダーで、その次に出てきた一番高いのがジェイン・ビーンズマンです。サオーリア思い出してあげて。ジェイ・ビーンズマンがスーパーレア出てましたね。なんとなく姿は思い浮かぶんやけど、はい、豆や。はい。豆です。豆がスーパーレアですからね。結構強い、強化ランク5ぐらいで出てますからね。あの世界のモンスターの攻撃力ってざっついよな。でもまあいいバランスしてますけど、デュエルリンクスマジで普段弱いモンスター強くなってる、そこが面白いっちゃ面白いですね。個人的にはね、まあ、動くようになったらオセロニアよりももしかしたら先にダウンロードしてるかもしれない。俺はオセロニアでいずれお前を倒すから。楽しみにしてます。じゃあ店長、合計金額ですね。正味言うたら、はい、ちょっとこれもショックな金額です。心拍期待。ごめん、そのネタ分かんない。おっさんやな自分。店長はなんかフックンに見えてきたな。あー、ちょっとな、白眼鏡かけたらもっと似るやろな。俺できればヤックンポジションの方がいい。ヤックンポジションやったら朝まで仕事があるから。あー、まあ確かにそうそう。合計金額、ゾームゾーとかノーマルカードを除いた場合、はい、単純に1枚あたり何かしらの値段がついたカードを含めると、はい、7150円。おー、結構いきましたね。合計6万ぐらいで買ったやつが7000円なんで、過去一番回収率悪いかもしれないです。まあ悪いと思うで、だいぶ、まあ、正直言ったら時期も入れしまってるっていうのもあるから。確かにそうです。時期をちょっと逃したっていうのもあるし、トップレアほぼほぼ外してるっていうのもあるんで、時期が良ければ1万2万ぐらいはいってたんちゃうかなっていうのはありますね。リリエ最盛期の時でリリエを当ててたら、はいはい、それだけでもう1万ぐらいいってたわけやから、もう1万中盤ぐらいまでは届いてた可能性は。ああ、まあ確かにそうですね、うん、で考えると、まあ、まだポケモンカード可能性はありますね、うん、まあ、今後ちょっと面白いやつが発売された時は速攻で買って、速攻で売りに来る、査定しに来て、ちょっとポケモンカードでも一発狙いたいですね。開封しててやっぱ面白かったんですよ。面白いな。いっぱいいるんで、俺がもう知ってる世代だと藤井さんとかあの辺なんで。初期やお前な。古いやんけ。まだピカチュウが可愛くなかった頃や。進化しすぎてるんですよ、マジでポケモンカードだから。そういう意味では面白かったけど、ベトベターとかなんてすごい出てたってます、ね、アローラ地方のベトベターみたいな色が違うんですよ、ね、なんかアローラっていうのが出てきて、ロコンとかも変な色になったりするんですよね。やっべ、全く興味わかねえや、ベトベターやから。多少見てみたいなって思うけど、いや、ベトベトンがすごいかっこいいんですよね、結構。でもあれ一冊だとこんなポーズせんとあかんねやろ。そういう意味面白かったんで、まず今後も挑戦していきたいですね。じゃあこれはもう最後寄付でさばきづらいと思うんですけどね。まあ、せやな。はい、やったでもらったでもう取ってつけたようなもんな。取ってつけたような、あれやな、もう演技しよう。でも吉本新喜劇みたいになりつつあるからね。はい、じゃあ終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。